さあ今日はですね、簡単に作れる、お昼ご飯シリーズみたいなことですかね、マグカップで作れる簡単飯を紹介したいと思います。まず卵を一つ割りますね。そしてそこにもう直接マヨネーズをうにゅうにゅうにゅうと、もうこれも目分量でございます。そしてそれをカシャ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 かき混ぜて、でまあうちにある一番大きなマグカップを、まあ、取り出して、もうそこにいろんなものを、入れていきます。まずは、まあ、冷凍して、冷凍ご飯ですかね、それをまあチンして温めたものを一番下に敷き詰めます。そしてこちらも本当にスーパーで買ってきたツナ缶ですね。これもまあ適量っていうんですかね、まあ好みで、ガンガン入れていきます。結果私は一缶全部いきました。そしてその上に、コンソメの素をパラパラパラっと、これもまあもうほとんど目分量ですね。そしてその上からもうケチャップをまたウニュウニュウニュと、ここまでは本当に簡単でございます。でそれらを、一旦混ぜます。イメージはこう、まあ、チキンライスというかツナケチャップご飯を作るような感じでしょうか。そして最後に、先ほど混ぜたマヨネーズ入りの溶き卵を入れると、まあ、ほとんどもう完成ですね。もうここまでほぼほぼもう 2分ぐらいの工程です。そしてまあ上にラップをして、これを電子レンジでチンするだけですね。ちなみに今日着ている T シャツは後輩の中村涼子が作ってくれたオリジナルの芍薬 T シャツでございます。すいません、ちょっとこちらの何ワットで何分というのをきちんと写すのを忘れていたので、後で概要欄の方に貼っておきます。何かこう手袋みたいなものをやって取らないと結構悲惨なことになります。さあどうでしょう、ちょっともしかしたら温めすぎたのかもしれないかなと思ったんですけど、そしてもう一度、ケチャップをのっけます。ちょっとね映えるように可愛くハートマークなんか書いてしまいましたけども、完成です。ちなみにこのレシピは、うちのマネージャーの、倉岡さんから教えていただいたもので、実際作るのも食べるのも、今回初めてでございました。結構暑かったですね。うん、うまい、うまいと言ってます。本当にあのオムライスを食べた、そんな感想でしたね。で、まあ、ちょっと鶏肉ではなくてツナなので、そこの味はしっかりしてましたけど、邪魔かも、なんかもうちょっとお肉の方がいいかもな、まあ、ウインナーとかの方がいいのかな、うん、ウインナーってヒート別にレンチンでもいいんだよね。なんかめちゃめちゃ喋ってますね、バクバクいってますね。まあ、でもとにかく簡単なので、うん、本当に一人の時とかはもうめちゃくちゃいいレシピだと思います。他にもマグカップ飯で調べるといろんなレシピが出てくるので、ぜひ調べてください。